その日さえ良ければそれでいいの、すももです。こんにちは、こんばんは。今日は私ディズニーがめっちゃ好きなんですけど、特にアリスが結構好きです。で、前の職場、前でもないな、結構前に勤めてた職場でもなんかアリス好きが結構有名だったんです。まあディズニーは全般的にどの分野も好きなんですけど、まあ、アリスは結構だいぶ好きです。で、なんかプラスハートっていう300円均一の雑貨屋さんでアリスのグッズが出るらしくって、なんか見てたんですけど、うちの近所にないなと思って諦めてたら、お母さんがなぜか買ってたので、人のふんどしで相撲を取るんですけど、今日はアリスのスリーコインズじゃないプラスハートで買ったグッズを紹介します。まずはこちらです。これめっちゃ可愛いランチバッグ。私結構ランチバッグを今めっちゃ探してて、この前ディズニーストアでネットでオンラインで買ったやつ、ミニーちゃんのイチゴのやつが結構いい素材すぎてめっちゃかっちりしたいいやつだったんですけど、まあそれもセール品だったのでいいかなって思ったら、ガチッとしすぎてて、ちょっと使い勝手があんま良くない、自分的には良くなかったので、もう DS 入れにしてて今でも 3DS とかたまにやるんですけど、で今回お母さんがこれ買ったやつがめっちゃ使い勝手も良さそうです。上はファスナーになってます。で開けるとこんな感じで保冷のちゃんと仕様になっております。まあ、これからの時期やっぱり夏場に履いていくので、お弁当とかもやっぱり保冷剤とか入れなきゃいけなくなってくるんですけど、こういう素材なのでちゃんとお昼まで冷やしていてくれそうです。でなんかやっぱりこう柔らかい素材で、まあ、安っぽいって言ったらあれなんですけど、これくらいの大きさだと使いやすいかなって思います。なんか結構横長とかのランチトートって多いと思うんですけど、こういう形の方が逆に使い勝手がいいかなって思いました。めっちゃ可愛い。メッカはこのアリスの、なんていうか、アリスが好きな理由として、まずこの水色のワンピースを着てるとこが好き。こういうアリスの水色がすごい好きなので、なんか自然にアリスが好きです。なんかアリスカフェも今心斎橋でやってるみたいなんですけど、ちょっと心斎橋行くのもちょっと気が触れるし、ちょっとやっぱりあの結構カフェ、ああいうカフェって結構予約料とかめっちゃ高いんですよね。まあもっと稼げてたら行くんですけど、仕方ない。で次が、あ、そう、これ300円均一なので税込みで330円という、もう貧乏にはありがたいプライスだと思いました。でこちらなんですけど、アリスの保冷バッグ、まあ、さっきのやつとちょっと形は違うんですけど、まあ、これも柔らかい素材なので、カバンの中に入れたとしても、なんという痛くないは、なんか変か。でアリスがさっきの絵柄のこのさっきの絵柄のやつ子がいるし、でスカートふんわり広げてる子もいてるし、で、まあ、アリスといえばパンジーとかお花とか鍵とか、なんかそういうアリスの世界のモチーフがあります。
で小瓶とかもあるし、ティーカップかわいい。ガリスってよくよく見たら夢落ちなんですよね、あれなんかまた関係ないんですけど、ディズニーランドに行くと絶対にアリスのレストランに行きます。クイーン・オブ・ハート・ブランケットっていう、あそこは予約制じゃないんですけど、すごいスーベニアとかが可愛くって、まあ、料理もすごい美味しいし、めっちゃ好きなレストランです。で必ずディズニーに行ったら行きます。でこの前も行ってめっちゃ可愛いお皿をゲットしました。なんかもう世界観がほんまディズニーアリスで、中もちゃんと保冷になってます。でこの形も結構使いやすいかなって思います。でなぜか私が今着てるミントグリーンと同じような色で、紐というか持ち手もミントグリーンで、結構好きな色なのですごく嬉しいです。で続きましては、これは今やもう必須アイテムのエコバッグです。でこれは紐で縛るタイプのエコバッグです。でさっきのアリスと同じ絵柄ですね。めっちゃ可愛い。なんかエコバッグっていろんなもう進化系が出てきてすごいなって思うけど、なんやかんやでこういうゴムでまとまるやつがいっちゃん使いやすいなって思います。なんかそのポケットに最終的になるタイプって結構うまいこと入らなくってイラッとすることがあるので、こういうタイプはこうなんていうの、適当に適当、もう私の適当がよくわかると思うんですけどこのこうさゴムでもあーもうあかんわ、ちゃんとは閉まらへん、もうこう、逆にイライラしたこういう縛れる、のがすごいいいと思います。もう要は使えればいいので、こうやってエコバッグがあるというのを知れてよかったと思います。今日のご商品紹介は人の購入品、母が買ったアリスの商品を紹介してみました。まあディズニーのグッズってやっぱり高いし、まあディズニーの商品っていいので、デザインとかもいいので高くても文句は言わない人なんですけど、300円プラスで消費税が入っても330円という価格で、こんなに可愛いカバン、ランチセットが手に入るとは、私ももう生きててよかったなって思いました。サムネ用にサムネとかもちゃんとしたい、サムネもちゃんとしたい。なんかこの前バス乗ってたら小学生がサムネ詐欺とか言ってて、ああもう小学生も YouTube のサムネ詐欺とかを理解してるんやなって思いました。まあサムネ大事ですからね、サムネで釣れるならやりますよ、私だってはい、今日の購入品紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。バイバイ。